皆様こんにちは、高野ベアラです。発売されてからもう10ヶ月か11ヶ月ぐらい経つんですよね、マビックミニ。それをようやくなんですけれども、こうして僕の方も手に入れました。これからどんな動画が撮れるか楽しみで仕方がありません。買ったマビックミニの方を早速家の近所で持ってちょっと飛ばしてみました。ですね、まず用意したものが 8GB でクラス10の SD マイクロ SD カードで、撮影を 1080p の 60fps それでやってみたんですけれども、なんて言うんですかね、その1個の画像ファイルなんですけれども、4分15秒の動画で、もうそのさっき言った 1080p の 60fps で 1.75GB ぐらい使っちゃっていたので、DJI の推奨する 32GB のマイクロ SD カードっていうのは、これは必須かと思われます。あっという間に容量を使っちゃうんでね。もし 2.7K の動画なんかにしたら、8GB なんてもう、本当にあっという間にいっちゃうと思いますので、マイクロ SD カードなんですけれども、まあ、現時点でその 32GB の、そのマイクロ SD を持ってなくて、16GB のしかないんですけれども、まあ、最低でも本当 16GB 必要かとは思います。とりあえず、次。